老板はいつもの橋の下の水にいます。先ほど川が来てましたけれど、当たりません。浸水テラスに降りてみます。こちらで行き止まりになってます。先ほどの大判が橋の下にいるのが分かります。あちらスポーツセンターです。